ヨーロッパの辺境に時の権力者に仕え、悠久の歴史を見守る二つの部族がいた。闇に生きる一族アングラの魔女と、光を主とする一族ルーメンの賢者である。彼らは互いに敬意を払い、不可侵の掟を守って人類の歴史を陰ひなたから支えていたが、その調和はある日もろくも崩れ去る。世界の観測者とまで謳われた光と闇の両一族が、互いに憎悪の炎を燃やし、突如として激しく争い始めたのだ。戦火の炎は瞬く間に広がり、ヨーロッパ全土をいつ果てるとも知れぬ混沌の嵐へと陥れた。拷問、暗殺、惨殺、かつてない卑劣な抗争だった。しかし拮抗する両者の勢力にも次第に変化が現れ始める。絶大なる神の力を振るうルーメンの賢者たちだったが、隠密を旨とする魔女の攻勢に押され、開戦から数年後、賢者一族は滅び去り、アンブラの魔女の勝利でようやく争いは幕を閉じた。ことごとく惨殺され、ついに影の観測者アンブラの魔女の一族も歴史から消え去った。ただ一人を除いて、ジャヌ無事だ。このまま行くぞ、離れるな。
消えな、眠りなさい。どうしよう、気を